チョコさん、ちょっとお恥ずかしいことにね、お恥ずかしいことにちょっとお腹を下してしまってちょっとね、生ガキを調子乗って食べたらちょっとお腹を下してしまって、そう、もうね、ちょっと魔界ベッドとベッドからあんまり動けなくてちょっとそれでね、ちょっとね、配信とかいろいろ出てなかったのよ。申し訳ない。今回ちゃんと病院行きましたお母様のお車に乗って病院に行きましたルシア様のさ、嫁いだ時もやばくてそれだけ？え、まだある？え、大丈夫？シャック、あの、もっと話した方がいい？大丈夫？帰りたい？うん、帰りたくない。ちょっと、やだな、もうルシア様との時間放送の帰りたいじゃないですか、思うわけないじゃないですかいや、なんか、いや、逆にね、みんながね、あの、ほら、ルシア様の初放送のやつもっと見たいのかなと思って見たら、ね、ちょっと帰りたいとかそんなこと思ってるわけないのよ。もう帰りてえな、これ、もう早く解放して、あ、もう明日行くわ、チェコゼ。まさか、あの、あんなに喋ってくれると思ってなくて、ルシア様が、あ、めちゃめちゃ嬉しいと思ったんだけど、もう内心さ、あ、やばい、あ、そろそろあのトイレの神様に会いに行かれてやばいと思って、あか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 と思って、そう、ルシア様、尺大丈夫ですかって言っちゃったもんねチョコの尺が持たんって思って、いや、やばいのです、チョコ先生がもう持たないのですつってやべやべと思って、そう、別にあれはね、ルシア様のところにいたくないとかそういうのじゃないのよそう、そろそろチョコのリミッターがやべえつってダラダンダンダラダンダンダラダンダンダラダンダラダンダンダラダンダン、いた。